えーどうもー、休日皆様、いかがお過ごしでしょうか私、あの、豪快デバッグしてまして、N プロログですけれども、えっ、ー、と、ブレイクっていう実語がね、なんかやっぱりおかしいなと思って、えー、直したんですけれども、最新状態で直りました。えっ、ー、と、ブレイクっていう実語はですね、デバッグなんかも使えるのかもしれないんですけれども、例えばこんな感じで X、X イコール3で、ブレイクっていうふうに呼び出します。そうすると、 えー、これ、ネストしてレプルを呼び出してるんですよ、えー。ネストした状態なんですね。で、プロンプトもちょっと変えてあります。で、そうすると x、x イコール3っていうユニフィケーションはまだ、あのー、有効になってますんで、ここで、d i t x とかやると、えー、3と出てきます。a is s i n n x とかやると、えー、ちゃんと x が有差された状態になっています。 えー、で、えー、この状態からですね抜けるには、えーとあ、エンドオブファイル。こうやるとあ、ネストしたところから普通のレプリに戻ってきます。さらにハルトとするとあ戻ってくるとこんな感じです。SWI プロログもちょっと参考にさせてもらったんですけれども、SWI にも同じ仕様でありますので、おそらくあのデクテン えー、プロ,ログの時代からある実語だと思うんですけどね、ISO プログにはなかったと思うけどな、えーまあ、これはこれもなんかこう便利であの変数の状態なんかを確かみつつ、デバッグするときにブレイクっていうのは使えるかもしれない、使えるんじゃないかなと思います。他にも N プログにはあの、えー、デバッカーも、えー、装備してますんで。 えー、そんなのも使っていただけると面白いんじゃないかなと思います、えー、だいぶ完成度は上がってきてこれでほぼいいと思うんですけどねエドログの方もかなり、あのー、完成度を上げたので、えー、バージョン3.32です、まあ、ちょこちょこ見つけては直して、えー、こう普段使いできるようなプロローグにしたいと思ってますはいそれじゃあ